さん、まあ言ったら小田切ヒロさんのモノマネでも失礼かな、失礼かな、私でもすごいリスペクトしてる、リスペクトしてる上でそうよやるのよとかっていう小田切ヒロさん、ぜひ見てくださいね。チャンネル紹介するって意味、あ、ごめん、次ね、小田切ヒロさん次です、今回は違うよ、これまた違うのいきましょう。さっきの、ちょっとさっき喋ってた一泊あるある、一泊あるある、じゃいきなり始めちゃう、いきなり始めてみます、うん、はい、一泊あるある、あ、違う、やっぱりだね、いきなり始めらんね、ごめん、ダメだわ、やっぱりいきなり始められないわ。皆さん、こんにちはでいきます、はい、まあ、あ、せーのは言わなくていいんだ、一緒に言います、あ、じゃあ行こう、どうぞ、一緒に言いましょう、はい、せーの、皆さん、こんにちは、3本目の動画ですよ、もうね、暴露しちゃうっていうね。さっきまさみちゃんともこの動画2本目から3本目に至る前にめちゃめちゃいろいろ喋った流れで、そうだ一泊あるあるだよっていう話がねちょっと出たんですよ。なぜかって何かっていうと、私が最初にまあサラリーマンっていうかね、会社に勤めてた時に、メイクセラピーというものに初めて出会って行ってみようって言った時に、その先生に言われたことがあったんですよね、その半年後だったか1年後かかな、あ、結構こう最初お会いした時はすごいかしこまってる印象だったよっていうふうに言われて、自分ではそんなにかしこまってるつもりがなかったんだけど、気学学んで一泊って通常でもなんとなくこうきちんとしてる、そうきちんとしてる感じの人が多いっていうのを知って、なおかつこう私人間観察好きなもんですから、仕事にもねしてるというのもあって見てると、やっぱりこんなに緩くて大丈夫かな、私なんかちょっとあれじゃないっていう風にしてても大丈夫なんですよ、まあ、だからって過信するつもりはないんだけど、通常ちょっと緩いぐらいでも他の星と同じぐらいかなぐらい、結構ねきちんとしてる人が多いんだなってことに気づきました。やっぱりきちんと見えますもんね、見えますか、私も初めてお会いしたのは何の時だったか、もうずいぶん前で、ずいぶん前すぎて、私覚えてる、そう2015年の12月、あ、すごい覚えてるの、カフェアンヌさんでね、ありがとうございます、カフェアンヌさんで開催させていただいたメイク講座に来てくださって、当時お仕事は辞めたぐらいかな、辞めて何かやりたいって思って、ね、そうそうそう、で時間ができた時に受講したのがメイクセラ、メイクに縁がなかったので、そう好きじゃないぐらい、ね、いろんなね、その時その時でね、そうだ、ありますよ ね、でもやっぱり印象としてはやっぱりきちんと、きちんとしてるっていう、まさにそれでした ね、まあ、ね、講座の時だとまあちょっとねきちんとなんていうのあるのかもしれないけど、それ抜いても昔はねもっとねまず暗かった、すごい、まあ小学校の時はのとにかく暗くって、暗いっていうか、そうできない、まあ暗いっていうか大人しい、なのでトイレに行く時ね、よくブログなんかではちょっと伝えたりはしてるんですけれども、トイレに行く時にゆりちゃん一緒にトイレに行こうって必ず友達に言われるんですよ、でいいよって私に言葉を発してたかどうかもあまり覚えてないぐらいスーって一緒に行って、でも私は一人でトイレに行くの、友達のことは別に言ったりはせずに一人でトイレに行く、誰かになんか誘われて行動するっていうのが低学年はすごく多くて、で高学年の時はまあ内輪では喋ってる、中学も内輪では喋ってるけど、までも内気な感じなんだね、内気な感じ、内輪だからね、内輪だから内気な感じ、そこでは出せるけど外に向かっては大人しい、大人しいっていう感じでしたね、つきませんね、今からしたら、そうで、まあね、会社に勤めるとか、まあ、東京に出ていくっていうのはきっかけでだいぶ自由を謳歌できるようになったから変わったけれども、それでもねやっぱ今とはちょっと違うので、こんな感じで人前に出て何かをするとかっていうような感じをあんまりしたいとかもそんなに思ったわけではないから、とはいえ向いてますけどね、喋るのは好きですね、向いてます、こうやって誘っちゃうぐらいだからね、応援力を皆さんに応援っていうかこう皆さんの力をお借りしてっていう感じですけど、だからね、企画を知ることでそうやって ね、ね、どんどん変わっていけるっていうのがありますね、ありますね、そう通常やっぱり一泊って水、一泊水星は水ですから、基本まあ
雲からね一滴の雨となって谷川の水を伝ってなんか大きな海に流れるっていうようなイメージですけど、うん、やっぱりこう液体の水の状態って水ってやっぱり触って冷たいっていうのがあるのでどうしてもこうどっち何か自分で意識したりしないと、うん、マイナス思考にちょっと悪い方にあダメかもなとかって考えやすいっていうのがあったりするから、うん、もちろんそれはね自己肯定感で気持ちの状態によって気持ちが元気な状態だったらそうならないんだけども、うん、あの雲のように自由にプカプカ浮いてるみたいな感じでいられるんだけど、うん、やっぱり育った環境によってね、うん、影響が強くて、うん、その一泊の人がそのなかなか厳しい手強い親とかにね、うん、育てられると、うん、クシュンクシュンクシュン自信ないないないっていう風にやっぱなりやすいっていうのはあるよ ね、 ね大変な思いしちゃうけど、うん、でもね、うん、それを気づければ、うん、その時にね、うん、頑張ったとかクシュンってなったのが大人になって、うんね、その時頑張ったから今があるって思えて、うん、今頑張れるのはその時のためおかげだって思えることがあればね、うん、そうね、本当そうです。だから温めてもらうことが大事だし、うん、自分の気持ちとしては気持ちを明るくいることで、うん、いろんな幸運を引き寄せられるから、うん、暗くなっちゃうと、うん、あの人ちょうどちょっと暗そうだから今なら落とせるとか、うん、今なら絶対自分の方に持ってこれるぞみたいな人が寄ってきやすいので、うん、で自分もなんか生きやすいっていう感覚があるから、うん、こうやってまさみちゃんのように温めていただいてるんですよ人に、うん、人にも。で、まあ、自分のね自分に言葉を向けるっていうのであれば、うん、今日もよくやったなっていうね、ね、うんうん、それ大事本当に、うん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 、自分本当に大事だよね、うん、大事。自分のこことをしっかり思うっていうのがね、うん、ある種向き合ってるわけだからね。 そう、でそこになんか自分の名前つけると余計になんか響いてくるような気がする。だから、ね、よく頑張ったなゆり子とか、よく頑張ったなまさみとか、やっぱ自分の名前呼ばれるって感覚的に、じゃああなたやって何やってとかって言われるのと、やっぱりまさみさんやってください、まさみちゃんやってくださいだと、うんうん、入ってきやすくるのがなんかね、なので頑張ったぞっていうのの後に名前をつけてみると余計によりなんかこう自分がに言われてるっていうのを意識強くしやすいような気がするんですけど、ね、名前をつけてお願いされたら私何でも引き受けちゃうかもしれないですね。とか言って、じゃあこれからまさみちゃんにお願いする方、そうですよ、そうですよとか言って、名前もつけてね、うん、呼んでもらったらきっと、うんうんうん、あちょっと手伝いますとか言っちゃうかもね。手伝い好きだから、ね、本当やっぱりお手伝い好きっていうのは素晴らしいですよね。手伝ってくれる人がいると嬉しくなっちゃうもんね。こっちはね、こっちはねとか言って、うん、なんか手伝ってくれるってありがたいですよね。うんうん、そう、今日はちょっと、今日はっていうかこの動画は一泊じゃない、気学あるある的な感じで、私のちょっと小さい頃はこんなだったけど今はね、とはいえ何か事象が起きればへこんだりなんなり、うん、みんなそれぞれこう一日のうちでもあったりとかするんだけど、一、うん、回でもなんかそこのなんていうのかな、体験っていうかその経験、うん、おー、こういう風にすればこういう風になれるんだっていう風な体験があれば、うん、よし、じゃあまた信じてやってみようっていう風にできやすいなっていう風に思いますね、うんうんうん、本当にそうですね、うんうんうん、があれば思考を変換するスピードも速くなると思う、ね、そうだ、スピードが速くなるね、うん、うんうんうん、本当にそう思う、うんうん、という形でまた今日は締めようかなと思います。またまさみちゃんには参加していただこうと思っていますので、ごひいきによろしくお願いいたします。ごひいきに皆さんありがとうございました。今日もありがとうございました。